はい、やってきました、ズンズンチャンネル。はい、ということでですね、今日は何をするかというと、新企画なんかわからんけども、まあこれ見てる視聴者は基本的におじさんおばさんが多いということで、まあ青春時代ね、あの10代の時とか、20代の時に聴いてた曲を改めてちょっとセット、あの何ていうプレイリストに組んで、まあレッドスパイダーが作る、青春のプレイリストみたいな感じかな、意味わかる？まあなんかそういう感じでちょっとこうプレイリスト組むから、みんなこれ曲ダウンロードするなりして、またプレイリスト組んでみて、あのこっちでも用意をしとこうかなと、その、はい、プレイリストをだから概要とかに貼ってんねんな。そうですね、まあだから、まあ、簡単に言うたらレッドスパイダーが、作るコンピレーションアルバムみたいな感じやわ。そうですね、でしょ、はい、俺が選曲する、コンピレーションアルバムみたいなことでしょ、はい、でまあ、あのそれを、まあ、今これ配信されてる曲ばっかりやから、まあ、それをダウンロードして、まあ、曲順で並べていってもらうみたいな感じやな。そうですね、あのサブスクリプションに入っていただいてる方は、うん、もうそこにリンク飛んでいただいたら聴ける状態にしておこうかな、はい、まあ、サブスクだからサブスク取ってない人は、まあ、1曲ずつダウンロードして、でまあ、あこれこの曲タイトル知らんかったとかあるやん、曲知ってるけどタイトル知らんかった、そういうのはこれこういうタイトルかと検索しやすくなるから、タイトルのこうポン出たりしますからね。でまあこの曲の、元ネタはこれやったねとか、まあ、そういう話 しつつ、ちょっとこう青春時代を思い出して、聞いていきたいなと思います。じゃあまあ、 あのこれほんまに90年代だけでまとめて、もう言うたら俺がだからレゲエ出会ってもう全盛期の時では、まあちょっとこう早速ですけども行ってみましょうか。じゃあ1曲目、ボンボクラー、1曲目はあのシャギーのオーキャロライナですわ。もう知ってるやろ。まあ、こういう感じでちょっとずつかけていくからね、前あのボブマーリーの曲紹介みたいな感じでちょっとずつ触りをあのつまんでいきますから、それはみんなあのおのおのゲットして並べてくださいね。まあ1曲目はとりあえずシャギーのオーキャロライナですわ。これ93年、これ俺初めて買ったレコード、おお7インチ、初めてこれ買って、これねフォルクスブラザーズっていうアーティストがおんねんな、60年代のそれが元ネタになってん、ね、でまあプリンスバスターがプロデュースしてる曲やねんけども、だから初めとかさ、まあ、聞いたら分かると思うけど、もう一回聞いていい、これとかもうまんまやん、このまんまやねん、みたいな、まあ、まあまんまでね、まあこれはよくあのブライアンド・トリー・ゴールドとかもカバーしてたり結構カバーされてんねんけど、まあ、あの俺はもうこれで、レゲエにハマっていくっていう、世界的大ヒットやし、もう10ほんま56とかやからさ、知らんやん、音楽もそれまでそんな聞いてなかったし、でもこれ言ったらもう合唱するわけよ、クラブで大人たちが、なんじゃこらと、もう速攻レコード買いましたわこれ、まあ、これが1曲目、シャギーですね。で2曲目はね、これもちょっとカバーなんですよ。これは初めて聞いた時は、ビートルズのカバーやと思ってました。とりあえず行ってみる、とりあえず行ってみようか。これビートルズであるやん、辻さんのシャウト、これビートルズ元ネタ思ってたやろ、はい、ちゃうで、俺もビートルズが元ネタと思って、あビートルズのレゲエバージョンやみたいな感じで初め思ってて、でまあこうレコード掘っていくうちに、あれビートルズじゃないやんと、アイズレイブラザーズ、はい、あれアイズレイブラザーズなんてなって、はい、さらに掘っていったらトップノーツっていうアーティスト、その人たちがオリジナルやったっていうのにたどり着いて、だからもう飛び飛び飛びみたいな感じで、ね、知ったみたいな、だから多分ビートルズが
世の中的には一番有名やと思うんやけど、まあ、そんなレゲエ詳しくなくても、まあ、そのビートルズの曲とかはさ、もうテレビとかでも流れてるからさ、で、まあ、この後に今パッて触りかけてんけど、これチャカディマスプライヤーズのツイスト&シャウトって言うんやけど、プラスジャック・ラディックスが参加してて、今かけた部分はジャック・ラディックスが歌ってるんやけど、まあ、その後にプライヤーズが出てきて、まあ、チャカディマスがこう DJ 入んねんけど、まあ、これもだからもううわーってなる感じで、まあこれも、どんどんレゲエに、レゲエっておもろいなってなっていくきっかけの曲というか、まあ、これも93、4年ちゃうかな、まあ、これがだから2曲目ですわ。3曲目はね、これですね。ビッグアップアゲットユーとマリッチャンスウェッチアイマスランクローミシャンルーチローチャスパーティンショルッチル&ミッチワンっていうあの女の子2人来たことあるやんな。アーティストを知らなかったです。曲はすげえ知ってるんですけど、うん、俺もねこの曲ぐらいしか知らんねんけど、ルッチルっていう女の子は一人でも出してたりしてた。あ、そうなんですか。うん、ただやっぱこの曲がやっぱ有名やん。でもうこれもまどこでも流れてたし、タイトル言ったっけ、リッチガールね。これこの頃、これも94年やと思うねんけど、あのカティランクスのリンバイリンと一緒やね、リズム。リンバイリンはブンブブン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 っていうこうフレーズあんねんけど、これフレーズ入ってなくて、なんか足回りは一緒やね。ドラムだけですよね。そうで一緒のレーベルから出てて、でまあこれがリッチガール。これもほんまにどこ行ってももうどこでも流れてた。でまあこれも94年、90年代前半ってもう豊作やね、レゲエ豊作やね。特にそのワールドワイドワールドワイドヒットがむちゃくちゃ多いから、もう世界中レゲエやった、ね、でまあやっぱこうもちろん日本もねちょっと遅れながらそういうのが入ってきてさ、でまあこれもかなり来てますよ。ララ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 ラ。これもかなりの名曲というか、まあみんな知ってるでしょ。94年やと思う。これも俺がだからやりだした時ぐらいやもん。だから昔ってさ、音楽その日本の音楽しか聴いてなかった。サンプリング文化ってあんま知らんわけやん。ああそうですね。で今でもサンプリング文化って何なんてなってる人おると思うけど、まあこれは1993年に出てんけど、これの元ネタあるやん。元ネタって言われても多分これ見てる人分からんと思うんだけども、ターナ・ガードナーっていうアーティストがおって、それのハートビートっていう楽曲があんねんけど、それのサンプリングやねん。これを言われても多分みんな分からんねんな。だからその元ネタがあんねん。それをまあちょっとアレンジしてこれができたみたいな、簡単に言うたら。だから当時はそれ知らんわけやん。でこれがオリジナルやと思っててんけど、まあこうレコードを掘っていったらそういうところにたどり着くみたいな。だからあんま一般の人とかね、こういう話あんま分からんと思うんだけども、ずっとつながってるみたいな感じやな。 DNA をこうずっとこう受け継いでってるみたいな感じですわ。でまあこれがだから94年3年のアイニカモーゼ、Here Come the Hot Stepper ですわ。ほんでね、まあこれはもう絶対みんな知ってる。次の曲5曲目いくよ。シャイガイアもこれ知ってるやろ。まあもう知ってるでしょ。ダイアナキングシャイガイです。これ94年か95年かなぐらいで、あのウィル・スミスのバッドボーイという映画の主題歌になってて、でな、まあ、あの映画もヒットしてるからさ、まあ、それでもまたドーンってきて、でまあこっからもうこれで俺もダイアナキング知ってんけど、それ以前の活動とかはちょっと俺全然わからんねんけど、まあ、こっからやっぱねもうバコーン行ったからさ、で日本でもしょっちゅう来てはったし。イギリスのアーティストなんですか、アメリカのアーティストなんですか。俺はジャマイカだったことある。あ、
じゃないんですか、うん、だからどこなんか俺もちょっとわからんねんけど、もっと詳しい人多分おるかもしれんけど、一回スタジオで作業してる時に隣にダイアナキングおった。むちゃくちゃタトゥー入ってる女おるなと思ってたら、ファタがダイアナキングやでっつって、あ、そうなんやと思って。ほんでさっきもサンプリングの話したやん。これで言うたら、まあ、これを、まあ、オーラーだ回し回し回しみたいな初めに言ってたと思うんだけど、まあ、それこそ7個、はい、7個が、岸和田っていう歌、はい、あれをの、頭、まあ、これをパクってるって言ったら変やけど、サンプリングしてやってたりとかで、まあリズムもね、あれのさ、一緒のリズムで久富とか、はい、楽園やったっけとか、なんかそういうの出てんねんけど、もうやっぱ 90s テイスト入ってるやん、うん、なんかこうのラガヒップホップ、そう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 、テイストがさ、まあ、これとか聞いたら特に感じると思いますよ。次の曲いっていいですか？はい、もう知ってるでしょ。もうこれのなんかオープニングとかさ、それこそイントロの部分とかさ、さっきの7個とかのやつちょっと似てたりする、はい、パターンとかな、なんかそういうテイストっていうかね、当時多かったん、こういうパターンが、なんか 90s ヒップホップ、レゲエヒップホップというか、ラガヒップホップというか、よくわからんけど、まあこれはジャマイカ、ニューヨーク、シャインヘッドのね、でまあ元ネタはもうみんな知ってると思いますけど、スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、はい、これほんまよう聞いたわ。このアルバムがあって、ジャマイカ・ニューヨークのアルバムで「Try My Love」とか結構いっぱい入ってて、名曲が入っててんけど、さっき言ったやん、シャギーの「オーキャロライナ」を買ったやん、初めに7インチやって、はい、これはアルバムで買ってん俺、初めて買ったアルバムだから、シャインヘッドの「ジャマイカ・ニューヨーク」が入ってるアルバム、まさにこれ入ってて、だからなんか思い入れあんねん俺、めちゃくちゃこればっかり聞いてたから。初めってさ、そんなレコード買われへんやん、金ないし、10代やったし、でだからもうこれをひたすら何回も聞いてた。これはでも今でもかっこいいっすよね、ずっと。だからもう一周回って今聴いてもやっぱかっこいいっていう感じで、これ今何曲やったの？6曲やったでしょ、6曲やりました。これがまず前半でいいでしょうか。はい、ということで、今日はもうね、おっさんもこれ聞いて、ういういしかった頃に戻るようだね、まあね、もうおばちゃんとかも、もう40、50になってるおばちゃんとかも、これ聞いてね、ちょっとナンパされてドキドキした時のことを思い出して、またちょっとこう、セットリストに入れてもらって、プレイリストに入れてもらって、ちょっとなんか青春時代をね、思い出してみてくださいよ。はい、ということで、まあ今日はこんな感じで、前編終わります。レッツ